ランサー・セリアワゴンのインベックス3セレクトレバーインベックスは三菱自動車工業が乗用車に採用しているオートマチックトランスミッション及びセミオートマチックトランスミッションの制御機構の名称である。1992年ギャランのフルモデルチェンジとともに初めて導入された。ただし、この当時はトランスミッションのみを指さず、それに加えてトラクションコントロール、 フルタイム 4WD、4WS、電子制御サスペンション、オートエアコンを、ファジー制御する、総合的なシステムであった。トランスミッションでは特に上り坂や下り坂において、早めにシフトダウンさせる最適制御を取り入れている。など1994年、FTOO に初採用された。この通型では運転者の癖を記憶させて、トランスミッションの効率的稼働に寄与する。 学習機能が搭載された。また、シフトパターンにスポーツモードと呼ばれる、シーケンシャルシフトのようなポジションが設定され、マニュアルトランスミッションのように運転者が任意で、ギア選択できる機構を加えた。このスポーツモードは、好評を白紙以降の三菱車に多く採用されることになり、他の国産車メーカーにも影響を与え、ステアマチックなども登場した。 当初は4段仕様のみであったが、後に5段6段仕様も登場している。後日する3型を採用した後でも、大廃気両車やターボチャージャー搭載車にはおいては、許容トルクの関係で、2型を採用した車種も登場している。現行車種では、パジェロ、デリカリー、ゴーのみが採用。など2000年、三菱、ランサーセディアに初採用された。この3型からは、 従来の優勢歯車式トランスミッションではなく、無断変速機及び6段セミオートマチックとなった。2型と同様に、エンジン回転数や運転者の癖を判断して、減速比が最適制御される。CVT に関しては、スポーツモードは6段に増加し、車種によってはパドルシフトが用意されているものもある。など、ありがとうございます。